皆さんおつばんは、とまゆずめどりです。今日は、開封動画をしていこうと思います。今日の開封はこちら、じゃんじゃーん、イーポスのヘッドホンです。ヘッドセットっていうのかな、あのこうゲームするときに使うようなやつですね。のここにこうマイクみたいなのがついてて、話しながらとか実況しながらするやつなんですけど、これゼンハイザーっていうヘッドホンのメーカーが出してるんですけど、これちょっと調べてみたらめちゃくちゃ最近、ほんと10月入ってから発売してた新しいEPOS っていうそのゲーム仕様のやつが発売されてたので、あ、もうこれ一択だなと思って買いました。早速、はい、ということでこれのちょっと開封をしていきたいと思いまーす。いや、なんかすごいね、結構調べたんですよ、なんだかんだ言うて。で、結構調べたらいろんなの出てきてすごい迷ったんですよね。なんかこう音質がいいとか、あとマイクの性能がいいとか、結構あれこれなんかこうあっちのがいい、こっちのがいいってなってて迷ったんですけど、でもこれが新しく出てて、でなんかAmazon でも出たばっかりなのに、もう早速 Amazon チョイスがついてたりとかして、もうね、しかもね、 Amazon チョイスもさ、なんかもう全部欲しい5つで、もう全部欲しい5つで、みんなももうすごい最高の評価ばっかりてて、あ、もうこれ一択だわと思って、もう速攻で買いました。はい、じゃーん、じゃじゃーん、いきまーす。 EPOS H6 Pro、 あ、これはちなみに開放型です。開放型っていうか密閉型と開放型とヘッドホンの種類があるんですけど、開放型の方を買いました。じゃんじゃんじゃーん、うわっ、すごい、なんか初めて見るこういうやつ。うわ、なんか輝きが違う、てか匂いもめっちゃいい匂い。なんかほら、白買いました。なんかXBOX が白だったんで白かなと思って。うわー、すごい、ちょすごいなこれマジで。うわ、めっちゃいい匂いするの、匂いがめっちゃいい。うわ、すごっ、え、ここがモフモフがすごい、耳のこのイヤーパッドのとこもモフモフがすごい、これすごっ。うわ、なんか質感とかもすごいわこれ。あ、ちなみにここに音量調節できるとこが、これ耳の両端っこついてます。で、これマイクなんですけど、こうやってやったらなんか下ろした時はマイク喋れるんですけど、こうやって上げたらミュートになって、マイクもう自動でミュートみたいな、まあ、自動っていうかこの上げ下げでミュートオンオフが調整できる。で、ここもちょっとこう動いたりとかして、どの位置に持ってくるかっていうのも調整できるし、あとね、これが取れるらしいんですよ。あ、取れた、あっさり取れた、うん、びっくりした。これね、これと取り外して、これ普段使いようみたいな、あとゲームするとき、あ、マグネットになってるんだこれ、へえ、シュシャって取り外しができてっていう感じ。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。てか、なんか結構ここが大きいな、耳のこれが、すごいすごいっていう感じで。あとね、なんかこれのね、情報はまあいろいろあるんですけど、軽量タイプになってて、前のやつよりもなんか軽くなって320、前のやつでちょっと比較するやつがあれなんですけど、ちょっと型が古いやつなのかな、密閉型の方がちょっと重くて、開放型の方が軽いんですけど、これ 322g です。なんかサラウンドも対応してて、バイノーラルサラウンドっていう、なんかこう 7.1 チャンネルっていうかな、こういろんなとこか音が聞こえるようなサラウンドも対応してるっていうんですけど、ただそれをするときはなんか別で、なんかちっちゃいアンプみたいなやつをその買わないといけないらしくて、そういうのつけるともっとすごい臨場感のあるゲームが楽しめるよっていう感じです。軽いな、確かに。
ていう感じですね。でただそのね、アンプみたいなやつ値段軽くゼンハイザーって調べたら、これが出してるメーカーのやつは2万7千いくらとか3万近い感じでしたね、アマゾンで。はい、ただでも割とちょっと両方取れると結構な値段になってくるので、っていうところです。これもねまあまあしましたから2万超えてました。2万5000円ぐらいだからまあ割としたんですけど、両方多分ねそれセットで買ったらねもう5万ぐらいあるんですけどね。まあでもこれだけでもすごいいいみたいです。そしてこれはね確かワイヤレスじゃなさそうな感じだったんですよ。だからこれはあのコードを使って、聞くようになると思うんですけど、コードがこれかな、なんかコードいっぱい入ってる、ね、なんかこういうこういうコードとなんか2本入ってるやつと2本ピンがこんなやつと、あとなんか普通に1本でつなぐですね。この使い分けちょっとよくわからないけど、なんかそんな感じ。あとは説明書が入ってるのかな、なんかうん、あとはもう説明書が入ってこんだけ、もう全部でこんだけ。あとじゃあこれをちょっと使ってどんな感じだったかっていうのもあのやってみようかな。 Xbox でね遊ぶんですけど、僕の場合はこれをちょっと使って Xbox で試してみようと思います。一応なんか他のなんかあの紹介してる人とかもちらっと見たんですけど、この開放型の方が疲れにくいみたいな感じ。ここら辺のねなんかメッシュになってて開放型すごいかっこいい。でなんか開放型はこうお部屋とかが静かなところでするときにはこれがいいよって書いて、もうそれ用に作ってありますよって書いて、密閉型はちょっと周りが雑音がするようなところでも使えるようになってるみたい。はい、ではちょっとこれ使ってみたんですけど、すごいこれはめた時に軽さが半端じゃないです。これめちゃくちゃ軽い、耳にふわってくるし、なんかもうすごい軽くて、これは長時間なんかゲームされる方もいいんじゃないかなと思いました。あとね低音もすごいしっかり聞いてて、なんか音もやっぱもう抜群でしたね。これはやばいっていう感じでした。もうこれ以上言うことない。てか多分他のヘッドホンもこれ超えるやつとかなかなか、まあお値段も多分ゲーム用のヘッドホンの中で結構いい方なんですけど、やっぱ音質とか使い心地とかもそれなりにめちゃくちゃいい感じでした。はい、これはすごいいい、おすすめ。これもAmazon チョイス間違いないですね。あのもうコメント欄も見てみてください。もうすごい高評価なんで、もうその通りでした。はい、ということで僕から言うこともあんまりなかったんですけど、またねなんかこう使ってる配信とかもYouTube に上げたりとかしていけたらなと思うので、そういうのも聞いてこれ使ってるんだなみたいな感じで、音質とかもチェックしてもらえたらいいと思います。はい、っていうことでしたので、これちなみに追記でなんかこう情報とかがあったりしたら、あのブログの方に、詳細も書いていこうと。これの情報もねまだこれが出たばっかりだから、いろんな情報を追加していこうと思うので、ぜひ、概要欄の方にブログのリンクも貼っておきますので、 URL も貼っておきますので、そちらでこっちの追加情報、追記情報をぜひ見ていて、参考にしてもらえたらなと思います。ではでは、ありがとうございました。バイバイ。